はい、こんにちは、こんばんは。おはようございます。あるです。トゥームレーダー4を喋りながらプレイですね。よろしくお願いします。なんか最初から噛んでる気がするんだけど、見てください、これ。ぼち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 。恐ろしいですね。じゃあやっていきましょう。今回は、どっか降りていくのかな？降りていけるといいですね。なんか、目の前には何ですかね？あれ、トカゲの像か。天女の像か。ちょっとよくわからない像がありますが、1、2、よし、危ない。登んのか。なるほど。てっきりね、降りていくもんかと思ってたんだけど。こんなもんか。なんだ。スケルトンか。ちなみに壺割ってもアイテムがあるらしいんですけど、お、動かない。動かないじゃないや。動かない。なんか拾える？ダメか。これ盾か。ありがとうございます。コメントね。壺、アイテムは、ね、ぶっ壊せたりするし、アイテムもね、どこかしらにあるらしいんで、まあ、気が向いたときに。ぶっ壊していこうかと思います。今回は、こういうね、ちょっと骨みたいなものにもちょっと注意して、意識して、ちょっとアイテム、やっていこうかなと思います。こういうのもね。この中に何か入ってるかもしれないからね。ちょっとよくわからないんで、このゲーム。何がアイテムで、ね、何がアイテムじゃないかっていう、ちょっと違いがよくわかんないんで。なんか嫌な音がするんだけど、気のせいかな。気のせいかな。他のコメントは何だったかな。ちょっと今回しゃがみないんだね。ノートに書いてないんだけど、まずは、なんかあったかな。ロープのとこにね、シークレットがあったらしいですね。いや、残念残念。絶対俺行かなかったけどね。こいつ動きそうですね。だからね、大体値判定があるやつはね、動くんだよね。いくつかいるね。先に壺割っとこうか。壺、割れない壺もあるのがね、気に入らないんですよ、こっちはよ。ここは？はしごか。ちょっと後ろから取っていこうか。こいつ絶対動くと思うから。よっ。動かなかったし。あ、動いた。よし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 。まあ、怖くないですね。もう動くの分かってれば大、そこまで。よいしょ。壊せねえし。壺がビビらしてくるとね、なかなかやるじゃねえか。やるじゃねえか。で、ポセイドンの矛が2つ。なんだこれ、何に使うんだ。お、ロードしましたね。ここどこだ。なんか今度、あ、俺も戻っていいのかな、これ。なんかさ、これもしかしてゴールデンバードじゃねえの、昔俺が言ってた。違うかな。またお前か。怖いな。あ、当たれ。よし、じゃあな。一応亡骸がないっていうね。よし、よかった。これでバール使えなかったらね、困ってたんですよね。で、おまけにそのロープなんだけど、どうもこのロープ、今ララさんが真正面向いてると、それはちょっと危なくて、こっち側を若干向いてる時の方が掴まれる可能性がちょっと高くなるんじゃないかなという情報いただきました。ありがとうございます。よ
よし、バルこれ敵出てきそうですね。おっと謎のカメラアングルで、俺はどこに行けんだ。おっと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 、なんたらかんたら神殿に向かえばいいと思うんだけど、まあさ、まあまあまあ、それがどこだったかって話なんだよね。どうだったかね。ここですかね。違う気がするよ。よっ。もっとね、先だった気がするんだよね。先というか、奥というか、ねえ。なんかね、流されていく感覚で、いや、違う。そう。ね、流されていく感覚で。違うんだよ、そっちじゃないんだ。まあ、いっか、もう。あれ？戻ってきちゃった。しょうがない、ちょっとどっか上がって、どっかね、飛びついていくんだよね。飛びついていくっていうか。どこだったかな。もう多分、あの子孫のなんとか神殿に行くだけだと思うんだけど。あのサメがいたとこね。いや、もう恐ろしかったね、あれも。ここか？ここ入り口か？もう場所が全然わかんないんだけど。よし。気をつけろ。一応装備はちょっと整えて。あ、ここはなんか意味のない角地があったところだ。ここも何でもなさそうだな。俺が行きたいのは、どこかな？と言ってる間に、早く、コメントをね、返したいんだけど、何があったかな？あ、スケルトンの弱点。まあ、どこかしら前回に R が言った、まあ、股関節か、頭か、まあ、少しの確率で、まあ、心臓の部分か、まあど。まあね、股関節か頭かのどっちかでしょう。どっかでどっかでね、よいしょ。ああ、ここはダメか。どっかでちょっと試したいなと思うんだけど、どこ、そうね、穴のないとこで、ね、絶対絶命になった時に、ちょっと進まねえんだけど。あ、進まん。まずい。ね、どっかで使っていこうかなと思いますが。あれ？これダメ？上がんないでダメ？こっち。ここは？バール？ここは何でもない。ちょっとよくわかんない。どこをどう行きゃよかったんだっけね。よいしょ。ここも何もなかったんじゃなかったっけ？上がある。だけど上に、そう、登ることができないんだよ。よっ。まだここをやり残したことが、よいしょ。あるのかね。あってもなくても俺は早く帰りたいんだけど。あとは何かあったかな。まああってもなくても早く俺の行きたいとこに行きたいね。どこだったかな。よいしょ。そい。危ない。よっ。あ、向こうですね。あそこ。そこに行きたいんだよ。あれ、違うかな。あ、違うね。俺、どうやって行ったんだろう。思い出せないんだけど。なんか、この辺通った気がするんだよね。で、こっちをさ、通って。あそこからもうなんか違ってるかな。こっちかな。違うよね。やっぱこっちだよね。なんか下の方にね、なんか潜っていった気がするんだけど。
これ前回のどっか動画見直さないとダメかな。どこ潜ってったか全然ちょっとわからないんだけど、どうやって俺行ったんだろう。ここじゃないのかな。あったこっちだ。ちょっと待って、ここですね多分。酸素バーが戻るのが遅い。長くなった分戻るのも遅くなったのかな。そういうのいらないんだけどな。どこだったっけ。こっちか。うん、オッケーオッケー。まあ HP がねこの辺ですぐ全開するのはいいですよね。いいんだか悪いんだかよくわかんないけど、オッケー。で、あとはサメが復活していないことだけを祈るばかりである。これはなんだ、なんかデビルアーマーみたいな。よし、じゃあここ、まずここだね。ポセイドンさんの矛をはめる。ほら、よっと、ダメだわ。ダメダメ、いただきました。じゃあもちろんこっちもダメだよね。戻るしかないじゃん。圧倒的戻るしかないじゃん。マジかよ。どこだよ出口はよ。怒ってないよ。怒ってないですけど。怒ってないけど。早く出口を。出口はよ。どこだ。上じゃなかったよね。あ、ここか。じゃあ、地下墓地で多分取るもの取ったんで、もう一回ジャンのとこ戻りましょうか。うん、真っ暗で何も見えない。ダメだわ。マジで？ダメだわ。ダメですか。じゃあ、双眼鏡。あ、双眼鏡も使えない？今、どこか。良さそうなとこあって、こっちか。あ、ここは出口じゃん。出口じゃない、入り口じゃん。本当にね、暗くて全然わからないんだけど、こうか。で、これで滑っていくんでしょ。はい。じゃあ、そうね、ジャンのとこ戻って、謎のレバー、ちょっと動かしてみましょうか。ちょっと一筋縄では、来そうにないですね、ここ。お、水の中でも、フレアは捨てられることが分かりました。やったね。よいしょ。あー、波か。わかった。待てよ。よし、ダメだね。ダメ？登れる？あ、登れるじゃん。えらい。OK。じゃあ戻ってちょっとね、指示を仰ぎましょう。彼なら何か知ってるかもしれない。もしくはもうすでにジャンもあれだな、フォン・クロイにそそのかされて敵に回ってるかのどっちかだな。その、ポセイドンの矛を渡せっつって多分頭ぶち抜かれるタイプの人になるのか、それともちゃんとしてね味方になってくれるのか、そこがね彼の生死を分ける。こうか。適当に進んだら右を向いて降りる。よし。で、よいしょ。戻ると。なんか教えてくれるといいんだけどな。次はどこどこへ行け。みたいなね。そういうのがいいんだけど。何分？ 4 分。ああ、あとね。よいしょ。なんで、よいしょ。1、2。なんで R はくっそったれ。まあ、短い時間で
辞めちゃうんだっていう話なんですけど、まあコメントにね書いた通りなんですけど、 DVD でもねパソコンでも1、2もうパンパンなわけですよ、容量が。 DVD なんて1時間撮ったらね、いっぱいになっちゃうし、それでダビングとか編集に必要な作業はできなくなりました。サーセンジャー、こっちも困るんで、適当な時間で切ってたんだけど、で、まあ、パソコンの方はパソコンの方でね、録音ソフトが確か これ1時間ぐらいしかできないのかな。で、もっとできんのかな。でも、あんまり、長くやりすぎるとね、やっぱ爆発する気がするんで、破壊される気がするんで、まあ、ちょっと控えてる感じですね。別に続けて撮ってもいいんですけど、例えばこれが終わってコメントを特別何も待たずに、まあ、どん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 パート50、60進めていってもいいんですけど、まあどうかなっていう感じでね、どっち俺はどっちでもいいんだけど、せっかくねいただけるコメントはいただいていこうかなという欲深き R の、まあ、悪いとこなのかな。なんか見たよ。なんか見たんだけど、何もないか。じゃん、何か情報くれ。あ、いかん、何も情報がない。ああ、まだ地下墓地に秘密があるんですね。え、嘘だ。地下墓地に秘密があったら出てこれるはずがないぜ。どういうことだ。1、2、よいしょ。じゃあ一旦セーブしましょうか。でここね、ここで知ってる人は知っている、知らない人はお初かもしれないララさんの妙技をお見せすることができるでしょう。どの辺がいいかな。この辺でいいか。よいしょ。あ、違うな。これ、あ、やめよう。1、2、よいしょ。オッケー。で、これ右行くじゃん。で、ここ90度の角になってると、こうね、これ、こういうことができると。すごいゲームだ。で、さらに、この辺かな？よっ、ほい。オッケー。何がどうなった？噴水が暴走しない。敵が出てこない。何がどうなった？お、ここの、はあ、そっか、シークレットか。俺が欲しいのね、シークレットじゃなかったんだよ。新しい道しるべが欲しかったんだよ。18分、ただいま18分、完全に詰まりました。まあ、まあ、待て、まだバールがあるよ。まだバール使う。まだ使わせるか。そうか。まだ使うか、バール。じゃあ何かしらまだあるね、これ。やってないところがあるんだね。で、登らせてくる。でも、運転はできない。押したり引いたりできる場所があるのかな、ここに。あったとしても、あったとしても、場所がないんだよね。何かする？秘密の抜け穴がね、あったとしても、ちょっと発見することができない。いや、こんだけ、なんか、空間があるってことはなんかありそうなんだけど、スイッチとかさ、レバーとか、なんにもないよね。難しいですね。じゃあ候補としては、地下墓地にまだなんかあると。
はい、スクリーンセーバーさん、スクリーンセーバーさんはいいんですよ。もしくは、このアレキサンドリアに秘密があるとは到底思えない。ジャンもね、特別なんか言ってくれるわけじゃないし、ロードも入らないしね。何を見たんだろう、最初。なんかあるわけじゃないよね。さあ、困ったぜ。こういう時どうするか。もう一回地下墓地かな。またあのローバーアクションすんの、俺。ああ、なんかゼルダの伝説を参考にして考えてみると、ボス部屋は一番最初の部屋に近し、そういう考え方もできるな。よいしょ。ここは掴める？届かない。うん、謎です。謎の壁。なんかあったんだっけ？ここは何もないもんね。オッケー。じゃあ地下墓地行ってみようか。それともどっかここ飛びついていけるかな。ああそうだ。じゃあせっかくなんで、何分？21分大丈夫。1、2、あそこ、あのレバーのあったもうちょっと先のあの足場、あそこに降りれるかどうか試しましょうか。あ、いいや、別にセーブしなくても。1、2、ダメならダメで別にいいし、もし行けるならもっと先があるもんね。よし。いや、なんか、まあ、見た感じ、あ、影が出ない。影がね、下に出てるからこれ無理かな。ダメそうですかね。で、おまけに、あ、もうここに、ここ以上ないんだ。あ、ダメでしたね。オッケーオッケーオッケー。うん。じゃあ、地下墓地行きますか。もう一回。はいはい、どうも。ただいま、戻ってまいりました。地下墓地です。悪いんだけど、早速、ちょっとセーブさせていただくよ。この、矛、ポセイドンの矛が、2つあるんで、多分、何かしらの鍵は揃ってるはずなんですね。どっかに行くための鍵は揃ってる気がするんだけど、組み合わせるものも別にないしね。そういや、その、なんか門を開く鍵自体がないですね。ここはもう降りる他ないみたいなんで、いいと思うんだけど、よいしょ。それともなんかここに鍵を使う場所とかあったかな。一応見てみるか。ちょっとここポルターガイストが封印されてるんで、あんまり、ちょっと、あんま見たくないんだけど。何もないもんね。やめよう。なんかぶっ壊してさ、またポルターガイスト出てきたら嫌だから。オッケー。じゃあ何もないってことでいいですかね。よいしょ。この辺かな？ほらよ、こういうことするんだもん、このゲーム。よっ。よし。スイー。よっ。これなんか上にあったとかない、ないね。で、ちなみに、うわ！なんだお前。よっ。よっ。もう一回。あ、下にスケルトンがいる。下に降りろってことかな。でもちょっと待って、もう俺レバー持ってないんだけど、持ってないとかレバーないよね。何かできるわけではないんだけど、これ破壊できないし。下降りれんのかな。あ、そうか、このためのはしごか。そうか。まだまだやることは多そうだな。おい、1、2、
よっ、ほい、オッケー。あ、二人は困るんだよ。ちょランニングすりゃー。どうする。いい、走ってっていい、ランニングでいいかな。お、ロードが入った。ここ俺来たとこだったっけ。ちょっともう地理がよくわかんないんだけど、ね、そういえば俺 PS3 のゲーム一個も持ってない。あれ、あ、ここはどこだ。お、知らないとこに出た。上にはそのポルターガイストの壺が、壺じゃないね、十字架があった。うう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 、なになになに、ここ、うわぁ、意味深なくぼみ、意味深な顔。あー、わからない、怖い。よいしょ。顔は嫌だな。もうちょっとイケメンかね、可愛い顔にしてくんねえかな。うわー、怖え。やだ、なにこれ。舌出してんじゃん。引っこ抜こうぜ、ちょっと。大丈夫かな？いやいや、怖いからくぼみの中に入るのはやめよう。ここは何なんだ、ここは。なんか下水みたいな。あ、もっと下があるな、感じもするけど。ゲー、怖い。うわ、怖い。何？雰囲気出てるね。これ何？ゴリラか蛇をまとってんの？ちょっと、あんまいい趣味とは言えないね。もっと下か。あ、首入っちゃった。怖い。30分。もうぼちぼちやめたいね。なぜなら、うっそ。あ、でもカット挟んでるから、ちょっと待ってよ。ここどこよ。どっから？ 126 から。126番さんから。ちょっと場所確認して。おお、怖い。どこからスタートだ？てか、今回マイクの位置がちょっと高いかな。マイクの向きが高かったな。ここどこよ。うわあ、ここからか。またカットしようか。はい、127回目のセーブ、オッズです。そしたら、よいしょ、敵がね、来る前にどうしようかな。こっち行ける？こっちが行ったとか。違う、これ戻り用だっけ。危ない。ランニングゲー。あ、俺、はしご、よいしょ、はしご登ったんだっけ？こっち来たんだっけ？まあ、そうかどうかもちょっとよくわかんないんだけど、まあ、進むだけ進んでみよう。そうですね。俺、ここ来たことありますね。じゃあ、ここやめて、さっきのところに戻っていけばいいんだ。ね。よいしょ。一応吹っ飛ばしといて。これ水の中入ったら、死ぬとか。ない！痛い！一撃を食らっても平然としてるララさん、鉄の女だ。あとは、このポルターガイストを破壊できる、この十字架がなんでこんなところにあるのかですよね。もしかしたら他にもどっか、ね、置物をさ、置くっていうか、なんつうの？引く場所があって。ここね。ほい。よし。あ、でも何にもないね。祈るとかもないもんね。ほい。あ、くらっちゃったし。あ、いちごじゃない。一応これ、はしごになってんのか、また。
ということは、はしごを見逃したか？もしくは、ここが登れる、登れない。絶妙なね、このララさんの届かない高さにね、設置してやるっていう、なかなかね、いやらしい。うん、はしごを探さないといけないのかな？が、ちょっとよくわからん。迷ったら上。この精神で行けば、まあ間違いないでしょう。ちょっと下行ったらね、落っこっちゃったんで、落っこっちゃったっていうか、多分自分がまた下見てないだけっていうか、こっちにまたなんかあってね。ここは？お、知ら、うわぁ、いや、嫌なとこ、知らない土地。ボスが出そうだ、ボスっていうか、うわぁ、うわぁ、スカラベが出そうな、いい場所じゃねえか。さっさと俺はもうここから立ち去らせてもらうぜ。登ったら最後なんか即死だったりしてね。そしたらね、じゃあ登ったところで今回は終わりにさせていただきます。まあちょっと左右だけ確認してね、今後あるが行く場所をちょっとよいしょ吟味してね、こうじゃないか。何かありますね。スケルトンもいい感じで、あ、出てきそうですね。よし、じゃあ今回はこれで終わりにいたします。ズームイン。見えない、ちょうど見えない、ごめんね。じゃあ次回に持ち越しです。ご視聴ありがとうございました。